4年ぶりにプロ野球界のレジェンドが大集結しました。スタジオ解説は日米通算906試合登板の五十嵐亮太さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は田中大輝でお伝えしていきますが、スターティングメンバー先ほど発表されましたけども、すごいメンバーが五十嵐さん並びましたね。はい、これでもなんか名球会で言ったらね、とても年配の方が出てるかなと思いきや、このメンバーを見た時、あれみんなほとんど一緒にやってるなっていう、対戦してるなっていうメンバーなので、対戦されてますよね。嬉しかったですね、見てみてね、はい。まあ、最年少が坂本勇人選手が33歳、うん、まあ80歳を超えるね、皆さんもいらっしゃいますからね、皆さんぜひ楽しみにしておいていただければと思います。谷繁さん来てくれました。谷繁さん、よろしくお願いします。ゴルフはかなり得意だと思いますが、意気込みお願いします。今日はもう野球一色で、はい、ゴルフは一切、頭の中から省いてですね、まあ正直楽しみたいですね。久々の僕も野球なんで、はい、やっぱり野球はいいよっていうのをね、はい、そういうところを楽しみたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで谷繁さん今日頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてセリーグのスターティングメンバーです。黒田投手がマウンドに上がっています。受けるキャッチャーは阿部慎之助、黒田阿部というバッテリーです。このバッテリーもたまらんすね。たまりませんね。先発投手として唯一200勝を挙げました。先発での200勝は唯一無二です。そしてカープの新監督の背番号25番の新井さんがファーストのポジションにつきます。いや、阿部慎之助さんはゴールドのキャッチャー道具でした。そして背番号6番宮本慎也さんはセカンドのポジション、ショートには坂本勇人、坂本宮本の二遊間です。ね、いや、そうですね、まあ、セカンドっていうのももちろんショートなんですけど、このコンビっていうのが見れるのも幸せですね、はい。そしてサードには鳥谷形が入ります。三遊間は鳥谷坂本の二遊間になりました。外野はレフトからラミレス、福留、そして荒木です。さあ、4年ぶりの開催です。名球会の一戦、沖縄が舞台です。ID4 プレゼンツ名球会ベースボールクラシック2022、初球から狙っていきました福本豊さんのあたりはサードゴロ、鳥谷がさばきます。ただ当たるんですね。そうですね、75歳。バッターっていうのは、ね、年齢を重ねると動体視力、視力の低下っていうところが、ね、懸念されるんですけども、やっぱなんか感覚的なところもね、やっぱ残ってるんでしょうね。そうですよね。通算2543安打。福本さんが倒れた後、2番井口さんはセンターへのフライです。2球でツーアウト、いい展開ですね、はい、早いですね。7イニング制ですからね、さあ、松井稼頭央新監督バッターボックスに入りました。ここはメジャーリーグ対決でもあります。打ち上げました。これは内野フライ、サードは鳥谷隆、スリーアウト。三者凡退に打ち取りました。背番号15番黒田博樹投手がゆっくりとベンチへ向かっていきます。バッターボックスは DH 山本浩二、2339安打、大卒で唯一500本塁打達成者。1球目はワンバウンド。マウンド上は72歳の東尾修投手です。いや、東尾さんのこのね、ちょっと振りかぶる感じ、僕好きなんですよね。からね、はい、この振りかぶってここのやり投げるところが東尾さんらしいですね。スムーズですよね。さあ、スリーボールツーストライク、フルカウントの勝負です。低め、いました。山本浩二、東尾さんの対戦は山本浩二がフォアボールを選ぶ形になりました。お、そしてマウンド上は松井稼頭央さんが上がりました。はどこでもできますからね、まあ、PL 学園時代は投手ですからね、はい、松井稼頭央対坂本勇人です。初球振っていって三遊間、あっと弾いた。
さあそしてドラゴンズのコーチ荒木さんがバッターボックスに入ります。好きだったな。好きでしたか。もう中日のね、荒木さんそして井場さんってあのね荒井場コンビですね。ミートしに行くという荒木さん。外見ました。何か見て悔しそうです。もう本人もやっぱりね、あのフォアボールは良くないと思ってるんです、バッターもね。だからね、ちょっとぐらいのボールぐらいは打ちに行こうっていう意識はあるんですけれども、反射的に止まっちゃう。そう、反射的に止まっちゃったんだと思う。それでごめんみたいになったんですけどね。さあそして宮本慎也さん初球から狙っていってサードゴロです。一塁に送って、あっとこぼして、福浦さんが一塁キャンパス踏んでアウト。これで3アウトです。このイニング犠牲フライ、そして押し出しのフォアボールがありました。セリーグが2点を先制しています。マウンド上は黒田博樹、465ホーマーは土井。スイングに行ってファールになってワンエンドツー、まあ、あの水島新司さんのアブさんのモデルの一人になったと言われているのがこの土井さんですね。いやもう現役で出ているかのような選球眼ですね。スリーツーどうか、空振りの三振です。ただフルカウントまで持っていきました。いやいい勝負でしたね。小笠原さんとの対戦は井原さんいかがでした。いや小笠原さんもスイングスピードというかね、やっぱ体がそんなにプロ野球選手の中で大きくないんですけども、そうです、ね、めちゃくちゃ振るんですよ。13年連続2桁本塁打をマークしたという現役時代、すごいですよね。2006年ファイターズで MVP、 2007年セリーグに移ってまた MVP でした。打ち上げました。これは内野フライ、セカンド落下点、セカンド宮本慎也警戒にさばきます。この2回も先発の黒田博樹3人で打ち取っています。ゲームはこれから2回の裏です。さあ2回の裏、ツーアウトランナー2塁まで来てバッターボックスは阿部慎之助さんです。これはセンターへは抜けません。いいところを守っていました。1塁へ送球、スリーアウト。2回の裏までが終わっています。2対0、セリーがリードしてゲームは3回へと向かっていきます。